武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は大分大学の英語について話していきたいと思います。こちら教育学部と経済学部、でそれぞれ問題の、形が変わりますので、まずは、教育学部の方、話していきたいと思いますが、大問が2題ですね。で時間が80分、出題されており、片方の大問は、まあ、英語の長文を読んで、まあ、日本語で、様々回答する形式、そしてもう1題が英作文、まあ、英語での要約もしくは、和文英訳という形ですね。まあ、どちらもそのテーマとしては和文英訳ができれば十分対応できる内容かとは思います。でまず長文読解に関しては、まあ、割と長い長文1題、に対して、まあ日本語で説明する問題と和訳がそれぞれ出てくる、まあ、あとは、まあ、内容の要約ですね、こちら、が出てくるような形となっております。で、まあ、この対策に関しては、まあ、国立向けの問題集など一冊仕上げておく、でプラス和訳の問題、集で練習しておくという形になります。で和訳一個一個の難易度はそこまで高いわけではないので、まあ、英文和訳演習の基礎編、こちらをやっておけば十分かとは思います。で読解に関しては国公立標準問題集キャンパス、こちら使って、まあ、記述の練習など、やっておくといいかとは思います。で日本語で書くのが、まあ、字数100字程度いく場合もあるので、まあ、そのぐらいの字数を書くのがそもそも慣れてないという場合には現代文読解力の開発講座などを、使っておくといいかとは思います。で英作文に関してですが、まあ一通りの例文暗記ちゃんとやっておけば十分、描写できる内容ですね。でまあ、こちらその年度によって和文英訳の際には短いのが数題出るような形で、まあ内容要約問題ですね、こちらの場合にはまあ一通りの内容を70から80ワードで書くような形の問題が出てたりはしますので、まあどちらの形式であったとしても文章そのものの難易度が高いわけではないので、まあしっかりですね英作文のまあ一通りの例文暗記して書き方を覚えて、まあしっかり対応できるようにしとけば十分です。なので英作文ハイパートレーニングの和文英訳編をしっかり仕上げて過去問のやり込みをするように心がけてください。まずこちらが教育学部の英語の勉強となります。はい、続いて経済学部の英語について話していきたいと思います。こちらが時間が100分で大問が3題出題されており、読解が2題と英作文が1題という形になっております。で読解の2題はですね、1題がまず英文和訳や内容説明、こちらはまあ教育に近い形ですねの出題形式となっております。で、まあ、同じくこちらもまあ、キャンパスと英文和訳演習の基礎編、こちらやっておけば十分対応できるので、日本語で書くこと自体が苦手な場合には現代文読解力の開発講座を使うという点も同じですね。で大問にこちらがですね、空所補充問題、まあまあ、短めの文章の中に、まあ、単語を挿入するような形ですね。でこれ自体は内容が読めていれば難しい単語だったり、まあ、前置詞だけのオンパレードみたいな形ではないので、割とその読めてさえいれば答えられる、まあ、分かりやすい単語、で出題されておりますので、まあ、こちらは、しっかり形式に合わせて対策をしておけば、十分、対応できます。まあ、なので早い段階で過去問に触れてですね、周りの文章をちゃんと訳せるようにして、まあ、答えられるようにしておこうと。だから逆に言うとこの問題が解けないということはおそらく訳せない可能性が高いというふうになりますので、まあ、長文の読解力をちゃんと鍛えてですね、答えられるようにしていきましょう。で英作文に関してはですね、まあ、短い文章を数題書くような形になってますので、こちらは英作文ハイパートレーニングの和文英訳編やっておけば十分対応できます。以上が経済学部の英語の勉強となります。合わせてこれで英語の勉強を終えた大学ですね、全体の対策となります。